こんばんは、平井博明です。トール君に質問していいですかね、うん、左行かしたくないです、うん、このボール、うん、こうやって打つのと、うん、こうやって打つのと、うん、トール君だったらどっち選びます？平井博明のワンナップゴルフ。左に行かしたくないの。左ダメ。あ、そしたら絶対左、最初のヘッド出さないやつ、これ、そうの方が右行く気がする。オッケーオッケー。あ、こっちの方がもしかしたら左行っちゃうかもしれない。行くような気する。だって振ってるもん。トール君の取った答えは、うん、こっちを打つ。そう。オッケー。これは打ってみた方がいいのかな。そうだね。答えをじゃあ。じゃあ先にトール君のやった方やろうか。うん、言った方、うん。こういう状態。そう。で、2個目、うん、ヘッドを出します、うん、あれ？ヘッド出した方が右行ったね。なんで？ここまでで終わりにしたいの俺は。え、なんでヘッド出した方が左行くじゃん。行かないの？行かない。だってヘッド出した方が左に振ってる感じするよね。で、ヘッド出さない方がさ、右に振ってる感じしない？そうだよね。え、するよね。そうだよね。そうだよね。ヘッドを出してない方が絶対右行くじゃん。行くケースだと、こうなってんだもん。そうでしょ？うん。あ、これは、わかった。何？プロだから、本当は左行くんだけど、わざと右に出してる。あ、そういう回もうやめたの俺。そういう回じゃないの？そういう回じゃないの。わざと逆、本当はそっちなのに、プロだから、それでも逆に出せるだけじゃないの。あ、それね、違うの。それ違うの？違う。これほんとガチなやつなの。そう、トール君の引っ掛けを誘ってるわけじゃなくて、うん、本当に引っ掛けちゃうの球が。もう一回打ってみていい？え、だってヘッド出したら左行くじゃん。そうでしょ、そうでしょ。ヘッドを出さないで打ってみるね、うん、さっきまっすぐ行ってんだよね、ちょっとドローして、うん、左行こうとしてるでしょ。うん、ドローしてるでしょ。ドローしてる。右じゃないの？うわ、すげえ。こうやって。なんで？こうやって。左矢でヘッドを出さないと、うん、プロってインパクトゼロをやるの。やる。まっすぐ戻すじゃない？まっすぐ戻して、こうやってなったら、うん、こうやってなる。あ、このまま戻っていい？正面。トール君もう一回正面にいてもらっていい？アドレスに戻るよ。うん、こうなの。ああ、ヘッドの角度がね、フェースがね。要は、このまんま、こうやってハンドファーストにしてるってことなのね。うんうんうん、普通ハンドファーストってこうじゃん。ああ。そう。でも、こういうアドレスはしないよねって話なのね。うん。で、ここで、こうやって戻そうとしたらこうなるよってことなの。だからヘッドを出さないで、このままこうやってこうとして、こうやってきたら、絶対にこうやって被る。あ、だから左行っちゃうんだ。そう。だから俺はフォローで、こうやんないでくださいねって言ってんの。こうやってくださいねって言ってる。ああ、言ってた。そう。で、じゃあなんでヘッドを出した方が右行くか。うん。ヘッドを出すんだから、ねじってはないし、こねて返してはないわけよ。はいはいはい、ヘッドをただこうやって出してるだけだから、うん、フェースがこうやって左向かないから右には行かない。ヘッド出したって。そう、それで勘違いして逆を言って、ヘッド出したら左行くから、左行ってる人がヘッド出さなくなる。で、余計左行く。ああ。左行ってる人はヘッド出したら右行くから。それがあれにも繋がるの？ヘッドを出しなさい。うん、押しなさいって言うと左行くじゃんって思われちゃうのはそれが、うんうん。そう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 。もうそれしかない。それしかない。それしかない。こねてたら左に行く。うん。こねてたら左行くもちろん。ただ、タイミングよくこねても左は行かないのね。タイミングよくこねてたら。なるほど、早いんだ。早い段階でこねちゃったらもちろん。で、終わって当たるから。そう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 。インパクト前にこうなるからっていう。うん。こうやって当たってこうやってこねたら飛ぶしかない。ほら。めっちゃ飛ぶから。いいじゃん。俺のベタ足ね。あー。うん。あ、じゃあ、ヘッド出したり押したからって、うん、左には行かないんだ。そう、左右は関係ないの。一切関係ないの。左右は別のところに原因があるんだ。そう。ヘッドを出すって、こういうことだからね。そうだね。
ロールってねじるってこういうことだから。あ、ねじってるから最後のそう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 。だから間に合わなかったら開く、間に合いすぎたら閉じるっていうことをヘッドを出す出さないって思ってるから。それじゃない。全く別の話。かすりもしてないから。あらららら、いい動画になっちゃったら、ほんとおしまいですね。うん、そうです、おしまいです。だから、ゴルフをあまり深く知らないでプロになった子とかは、うん、そういうの知らないで、未だにプレイしてる人もいる。だから、左行く原因、なんで左行くんだろう、左行くんだろうって、どんどん出さなくなって、どんどん左に行くっていう人はいっぱいいる。しかも、特にプロだからあれでしょ？それでゼロに、それでも戻そうとするから、余計なんでしょ？そう、それめちゃくちゃポイントで、インパクトゼロになった状態の、ことを今言ってる。そう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 。ゼロでこのまま出したらストレートしか出ないし、うん、そうだね。そう、ゼロでこのままホールドしてこうやってやったら、このまま手を戻したらこうやってかぶりますよってことで左行きますよっていう。そう。そもそも開いてたら右行くしっていうのは、まあそれもまた話は別なんだけど、そう。だから原因がそれがパッと見て一球でパッと判断できればレッスンは早いわけよ。うん、ああ、うん。だからそれは分かる人に習った方がいいよね。ああ。いつもの話ね。そうです。だからこれね、最近こういうことがまあ多くて、ちょっとこれ言おうか言わないようにしようか迷ったんだけど、言った方がいいかなと思って。アプローチでもあるから。アプローチも原理は一緒だから。こうやってしっかり打とうとして、こうやってやって、で、インパクトをしっかりフェースまっすぐにして、打ったら左行くからね。で、アプローチで、こうやって、まっすぐこうやって出せれば、左にはいかない。あ、でも、それで分かったわ。みんな原因が分かってないっていうことだね。うん、ああ、まあ、それ、お、めちゃくちゃ多いね。他もそうだし。他の内容に対して。そうだよね。だから、それで自分がこうなんじゃないかって思った原因の動画見て、動画ってうちのじゃなくて、その、YouTube のね、検索してみると、うん、本当はね、違う原因なのに、そのヘッド出したら左行くって思っちゃったりとか、で、なんか勘違いみたいなのが、たくさん起こってるかもしれないね。多いね。この間家撮りでさ、何のために腰を切るかってやつやったじゃん。あれもそうだと思うのよ。腰を切るために腰を切ってるじゃない。あ、はいはいはい。そうじゃないって話を徹君と俺はしたわけじゃない。だからそういう原因もそうだと思うよ。だから知らずしてやって結果がわからないとか、どういう風になったらいいのかがわからないけど、とりあえず切ってみましたみたいな、とりあえずやってみましたみたいな、だけどどれが正解でどれが失敗がわかんない状態の方って多いと思うんだよね。でもそれは動画じゃ言えないし、そういうことか。じゃあヘッド出すのとその手首ねじってんのとは話が違うんだ。あ、全然違う。じゃあ原因を本当に見ないと分かんないってことだ。分かんない。だから文で、例えば、こう左行くんですけど、なんでですかって言われても、もう分かりませんって。あ、そうだね。パターンがありすぎて分かりません。になっちゃう。本当そう。見ないと分かんない。原因が分かんないから。さすがに手首のねじれは動画じゃ分かんない。生で見ない。手首のねじれ、動画見れば分かる。あ、動画で分かる。全然分かる、分かる。ああ。やっぱ、クラブがそうやって動くんだ。うん、そうやって動く。あ、分かんないね。ここでねじるってことは、この先端は相当暴れるからね、こうやって。あ、それを見てるのね。見てる。どういうパスでクラブが入ってきてるかだから。あ、カメラ使わなくても分かる。カメラ使わない方が分かる。そう。紛らわしくなくなるからね。そう。ちゃんと分かるから。結構だからそういうのあるね。じゃあ、その、なんだ、右に行く、左に行く、原因を、間違えて判断しちゃってるかもね。そう。だから、こういう風な左の行き方と、こういう風な左の行き方と、球質が違うでしょって話なのね。こういう風になったら出玉が右行かないじゃない？出玉から左行くじゃない？そうだね。でもこうなったら出玉右に出て左に巻く。ああ、そうか。だからそういうのも分かんないとダメだし。で、その今の二つも左に行くでも違うし、そう。さっきの左に行くも違うから、そう。3つ違うんだ。そう。で、リストターンが強い左もあるじゃない？これで4つじゃない？うわ。そう、だからそれでもう分からない。本当に見ないと分かんない。そうなんだ。で、右は結構共通してくるの？そんなこともない。いや、そんなこともないね。意外と。まあ、でも、右の方が少ない原因は。そうだよね。みんな、そうだよね。手浮いて膝出てみたいな、なんか、右はなんかそんな感じはする。そう。なんか一個で出たら全部連動して同じになっちゃうっていうか。左はすごいね。左は多い。あと、こうやって構えるでしょ。これで完璧なアドレスします。で、完璧なスイングして、アドレスがこうだったらこれで左行くからね。
全部完璧だと左行くのこれ。へえ。そうだからそういうのもあるから。あ、昔言ってたよね。あ、左の方が大変なんだよね。大変。大変。右の方が簡単だから。左の方が複雑なんだ。複雑だ。そういっぱいある。だからプロは左を嫌がる。あ、わかんないっていうか、いろんな迷路の入り口だと思うからね。へえ。あ、じゃあ右直すは簡単でそういうことか。右はもう04ですよ。もうパーンっていけるから。あ、そうなの。そう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 。あ、じゃあ右行ってる方がまだマシ。マシマシマシ。そういうことなんだ。左は確かに今の聞いたらもう迷宮入りだね。だから右にナイスショット打ってたらもうめっちゃくちゃ安心するから。あ、当たってみるけど。そう、早いなって。治るのが あれか結局フェースアングルが開いてるだけだもんね。そう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 、シンクって右行ってたらもう最高。一番好きじゃんそれが最後決めてるのか、うん、そうそうなってるでしょ。そうそうでも芯当たってるんでしょ。そうめっちゃ右行ってるんでしょ。そうもうそれはすぐもうゴール手前みたいな。ゴール手前もう40キロ地点よ。そうだよね。うん、本当にすぐじゃん。うん、すぐよ。いいな。もうあとちょい球場見えてるから。見えてる。うん、そんな感じだね。そう。だからそういう原因っていうのが分かってくると、一人で練習してても上達できる可能性がすごく上がる。うんうんうん。原因が分かんないと、どんだけいいゴルフしたって、絶対に調子はキープできないから。あ、だから必ず下がった時に、人よりも下がることになっちゃうから、注意が必要ですね。うん。それがすごく重要なんです。出し惜しみじゃないですよ。出し惜しみじゃないんですけど、撮ろうかなと思って撮りました今回。なんで左行く原因っていうのが意外と逆だったりしますっていう動画をどうしても撮りたくて撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。